かあのライブツアーに出られたのがすごいこう大きな、ねね、あの経験だったと思うんですけど、うんうん、あの時が実は私もオーディション受けたんですよ。そうかそうか、一緒のオーディションでしたよね。そうだねそうだね、田中さん受かった15周年かな、うん、小田切さん の、うんうん、あのツアーの時のオーディションっていうのは、うん、まあ、公式で広く応募をかけたオーディションだったんですよね。だからすごい人数のパフォーマーが集まって、まあ、あのオーディションを勝ち抜いていくんですけど、うんうん、その時実は私も一緒に受けさせてもらって、あの落ちた人なんですけどその時ね、私すごい覚えてるのが、何何、あの、まあ、私はね一人目産んで、うん、あの受けに行ったっていう、そう、それがすごいやん。まずそう、なんかママになって、うん、あのまた倖田來未さんと一緒にお仕事したいっていう気持ちで行って、うんうん、まあダメだったんですけど、うん、なんかメンタル的にもそのフリースタイルをバーンって最後踊らなかったんですけど、うん、もうなんかやりきれなくて悔しかったんですけど、うん、帰りが、うん、あのもう電車がない時間に終わったんですよね。そうね、結構もう悩まれて、うん、で帰る時にね、うん、一緒のタクシーにたまたま乗り合わせで一緒のタクシーだったんですよ。で、はるかさんともう一人乗って3人で私と乗ってたんですよ、そのタクシーに、うん、2人は受かってて、で私だけ落ちてるけどタクシー一緒に乗ってるみたいな感じだったんですよ、うん、めっちゃ多分気まずかったと思うんですよね。2人受かってるからこう喜んでいいものかみたいな、私落ちてるしみたいな、その時に私もこうなるべく明るく振る舞って帰ろうと思って携帯をパパパって見たら、スマホにね息子の写真がブワーって出てくるわけですよ、うん、カメラロールに、うん、で息子がねオーディション行く前とかに、お母さん頑張ってねとか言って、うん、言ってくれてたとかいうのもあって、一緒にその倖田來未さんの振り練習したりとかっていうのがあって、ブワーって思わず、うんうん、それ見た瞬間泣いてしまってタクシーの中で、うんうんうん、でごめんなさいと思いながら、その合格者2人がいるのに横でめっちゃ泣き出してしまって、うわーやばいやばいと思ったら、なんかはるかさんが「来いよ」みたいな、だってママになってさ、書類も通ってか一緒のあそこまで残って、いやすごいよってなんかすごい励ましてくださって、気まずかっただろうに、なんかもう優しいと思って、いやいやいや、はるかさんありがとう、まあ、優しかったのっていう、そこもまた私がちょっと思い出したエピソードなんですけど、そうか、そんなことあったか、そうなんです。まあでもあのその受かった、うん、見に行きました、すごいかっこよかった、よかったね。倖田來未さんも自身も母親やし、そうなんですよね、そうそう、なんか母親になって自分もなんかより一層くさんのなんか すごさっていうか偉大さっていうのがより一層こう改めて感じたかな。またね、なんかいいなと思うのが、うん、このライブとか大きなライブに出るとやっぱこう映像として残るじゃないですか、うんうんうん、で DVD とかもたくさん出てると思うんですけど、うんうん、なんかそういうのがやっぱこう、こうね、お子さんがじゃあ、うん、実はできたっていう時に、まあ、まあこういうお仕事してたんだよっていうのをこう見せてあげるたり、うん、そうだね、で子供と違うとこで預けて働いてたりすると、うん、やっぱこう自分の仕事を親の仕事ってあんま見れなかったりするけど、そうね、そうだね、こうやってね映像として目撃できるっていうのもなんかすごい素敵な仕事だなって思ったりするんですよね、うん、確かに私そう、たまに流して見てると、はいはいはい、なんかやっぱりあ、まあ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 みたいな感じでもう言ったりするから、なんか確かに素敵な場所で素敵な本当に方たちと一緒に踊れて本当に幸せな経験をさせてもらったなって思う。すごいね、うん、本当に。あとはあのケツメイシさん、うん、ケツメイシさん、そうですよね、あれは2017年かなのツアー、はいはい、まあ、それがね私はツアーが最後になっちゃうんですけど、ケツメイシね、私地元の子めっちゃ好きなって言われて、もうさやかいつかケツメンダンサーなってやなってやって、そんなね、なりたってなれるのちゃうねんとね、そうやね、でも会えてるから、うん、ケツメイシのまた違うし素晴らしさがあるグループやから、なんかもう本当にツアーはね楽しかった。なんか楽しそうですよね。ケツメンダンサーの人たちなんかわきあいあいと。わきあいあい、やっぱメンバーさんもすごいなんていうのかなフレンドリーっていうか。だからなんか前そのツアーで回る箇所箇所で、まあ、打ち上げとかもあって、はいはいはい、まあ、そこでもういっぱい食べいっぱい飲みみたいな感じで、なんか本当に家族みたい。上京して。そう、よかったですね、いろんな出会いがあって、そう本当に上京してよかったね、うん、まあ、今後ですね、はるかさんの、うん、やっていきたいもし夢とかあれば聞いてもいいですか。まあ、夢っていうか、まあ、目標は子供たちにダンスの楽しさとかダンスの持つパワーとか魅力
を一人でも多くの人に伝えていきたいなっていうのがあって、なんか私自身がその地元のダンススクールに通ったことがきっかけで今このダンスと出会えたっていうのもあるから、その今住んでる地域にそういう場所を作りたいなっていう思いがすごい大きく、あ、じゃあ東京でまあそういう地域密着型の、うん、そう、最初はそういうまあ施設を借りつつになっちゃうと思うんだけど、なんかそういうスクールを作りたいっていうのが夢にあって、やっぱりなんかその小学校とか以外で出会う友達ってなんかちょっと特別やったりとか、こうダンスを通してなんかつながったお友達って今もあのつながってたりするのね。なんか小学校の友達はあんまりちょっとつながってなかったりするけど、なんかダンスで出会えた友達って割と今でも連絡取り合ったりとかしてたり、ツイッターで地域密着型のダンス子供に教えたいんだよねっていうなんかつぶやきを見た時にめちゃくちゃ素敵って思ったんですよね。自分が子供産んだこう周りで近いところで行きやすいダンススタジオを教えてくれる先生がいるってすごいあったかいというか、ね、なんか急に渋谷のダンススタジオ子供通わせるすごい勇気親としてもね、そうそう 親踊れないっていう人も多いと思うんで、そうなった時にね、そういうなんかあったかい雰囲気のこう集まる場所があるっていうのは子供ちゃんも嬉しいでしょうけど、その地域のあのママたちも多分親御さんたちも嬉しいんじゃないかな。でもさっきみたいにほんまにその大手とかその都内あの渋谷とかそういう大きい場所にあるスタジオにいきなり通うのは通いづらかったりとか、ママもお仕事してたりしたら一人じゃ行かせられないからっていうのもあったりして、やっぱりこの地域で作ってくれたら嬉しいっていう声もたくさん聞けたし、だから、去年のね11月から毎月あのワンコインのワークショップっていうのを今してて、そう、それでなんかあの初めての人も大歓迎で、もう、そうそう、もう2歳この子もあの通ったりっていうか、まあ、受けたりしてて、それ2歳からもう大人まで誰でも来てくださいっていうワークショップをやってて、はい、そうそうそう、本当に勇気がなかったんですよ、それ始める、これをずっと3年間思い続けてたんだけど、めっちゃ温めましたね。そうそうそう、めっちゃ温めたけど、やっぱり私東京の人じゃないから地元でもないし、なんか私がやっていいのかなってい こうちょっと気持ちがあったりとかしてたんやけど、不安でいっぱいやったんやけど、まあちょっとこの子も2歳になってちょっとしっかりしてきたから、なんか私も動けるようになってきて、また去年の1年間のコロナの期間でいろいろ考えて、なんかこういう時やからこそなんかあのそういうダンスを通して明るい気持ちになってもらいたいっていう思いもあって、それでちょっと始めようっていうことで、めちゃくちゃ素敵だと思います、なんか今ね子供たちもなんかずっとやっぱ家にいないといけなくて、でそうなってくると子供たちもしんどいけど、それを面倒見てる親の気持ちもだめ、やっぱなんか何かしらさせてあげたい、ずっと引きこもるんじゃなくて何か学びを与えてあげたいっていう気持ちはどの親御さんもあると思うので、そういうのがねあの遠くだとやっぱり行きにくいけど、近くにこうやっていらっしゃるっていうのは その地域のなんか羨ましいなって思ったりしますけど、いいと思います。なんかね、まずは本当にダンスと触れ合ってみようよっていう形でワークショップを開いたら、本当にねいろんな方が助けてくれて、地元の方が、あのこういうパンフレット作ってくれたりだとか、なんかあの宣伝口コミでしてくれたりとかで、本当に初回で、50人弱の人が受けに来てくれて、すごいですね、地域でしたね。そしたらそうなの、なんか私がなんかこうちょっと不安がってただけで、周りの方たちは本当にあの喜んで助けてくれて、なんかあなんか優しいなって、こう東京のあったかさをまた改めて感じれたっていう感じでそうそうそう、それはなんかある意味ダンスの魔法なのかもしれないですね、本当ね、なんか、それで3月4月からレギュラーでそのクラスをやっていくことに決めました、はい、そうなんですよ、はい、素敵です、なんか新しいことがね、そう、こう形になっていってる感じがして、まあ、本当にこの感情はなんか、出産前というか結婚する前だと感じれなかったことだから、ママになってより一層こう
気持ちが強くなった、こう成長の後押しをしたいっていう気持ちがやっぱ大きくなった。いいですね、すごいほっこりした。でもなんかね、ダンスを教えてくれるってことですから、うん、運動と健康にもなるし、うんうんうん、コミュニティの場所にもなるし、うん、なんかすごいね、素敵な夢が聞けましたね。そうです、はい、では寝ました。ではこのままですね、静かに静かに終わりたいと思います、うん、ちょうどねお昼寝タイムに入りましたので、はい、終わりたいと思います。アンサールーツ編もお越しくださいました、はるか武藤さんとひまりちゃんでした。どうもありがとうございました。